揃いで。一体何者だお前は。プロカメラマンで通っているが、本職は顔写真のブローカー。ボスを探った理由は。チンピラ相手では儲けが少ない。つまり頂上階段を計画したわけだ。あの女がルートか。とんでもない。あれは俺の写真の真実性を高めるために小道具に使っただけさ。本当のルートは。手の内を見せて毒針を一本やられたら泣くにも泣けないんでね。お前さんがボスか。そんなことはどうだっていい。お前を信用するわけにはいかないが、一つ仕事を見せてもらった上で相談しよう。結構だ。龍さんか。その通りだが、ボザはフェミニストでね。殺しの方法は任せるそうだ。そう怒るなよ。お前踊りがうまかったな。皆さんに披露させてやろう。私に拾ってあげたのに。まあ、あのね、ちょっと痛くなったから病院行ってきた。悪かったわ、つい力が入っちゃった。気をつけてね。本当にごめんなさいね。痛い？うん。ちゅんちゃん、痛いの？すごい自慢だよ。一緒にお茶でも飲みに行こうと思ったけど、無理ね。この頭じゃムードも出ないし。一人で行ってくるわ。姉ちゃん待って。姉ちゃん一緒に行く。僕もねえ姉ちゃん。
Thank you.